こんにちは、えー、言ってみるもんだなと <laughs>、えー、この間ねあのー、三浦のねその三崎の下町はですねまあそのうね来るにはすごい渋滞があるっていうことでですね、えー、皆さんからね言われてたんだけどいやそうじゃないよとねあのー、時間さえずらせばね、えー、全然空いてるんだよって話をさせてもらってでもう一つね、あのー、ほらうその時間にね例えば 昼に帰っちゃうんじゃなくて、で、ね、夕方まで行ってさ、それでまあ、ね、あのー、結構美味しい店もいっぱいあるし、いいね、えー、ぜひね、あのーえー、夕飯食べて、えー、帰ってはいいんじゃないのみたいなことをね、言ったらね、おかげさまでね、この間先週のお土曜日かな、うんあのー、非常にね、えー、あ、先週だね、昨日だ。うん 昨日、昨日、昨日ね、えー、今日一応日曜日なんで、あれなんですけど、えー、昨日ね、あのー、行ったらですね、えー、三崎港蔵も、葉山商店もですね、えー、おかげさまで、えー、もうほぼお、いっぱいな形でですね、良、えー、かったなと。で昨日ほら天気悪かったじゃないですか。でね、その天気悪かった中で、えー、皆さんこう来ていただいてね、 で地元の方たちも結構ねあの他の店も結構入って入って,てですね、まあ、非常によかったなということであ,あ言ってみるもんだということでね、えーまあ、せっかくなんで今日はねちょっとまた別な、あのーねえー、目線でですね、えー、今日はあの、ね、当社のグループ会社がねやってるあの、えーとえー、山田坂店っていうねその酒屋さんがあるんですよ。それはもう,あのもう三崎港のバスターミナル行けばもう目の前にあるですね 古い、もう、どうだろうね、あのー、蔵が、明治の時代じゃないかな。で、ね、その、母屋はね、もう、うん、ちょっと、え不祥なんだけども、うん、かなり古い建物で,で、その2階をね、改装して、えっと、修羅堂山田屋っていうね、えー、宿泊施設にしたの。で、この会員宿泊所なんだけども、もう今日もね、泊まっていただいてるんだけども、あの、会員宿泊所にしまして、1階が、 要するに酒屋で2階が宿泊でね確かね10畳と8畳かなだから、えー、続き間になっていて、えー、18畳くらいだからだいたい8人くらいは楽勝に泊まれるのかなでまあお風呂もね、えー、と改装して、えー、新しい設備になってるし、えーね、トイレもですね、えー、ウォッシュレット対応なんですねだか外から見ると,なん,、うん、となんかその辺がね陳腐なのかなって感じかもしれないけどいやそうじゃないですよ。 最新型の、ね、トイレと、ね、最新型の、ね、お風呂がついててでちょっとこうねお風呂から開けると海が見えるような形になっていてでこれもねあの、まあ、僕が発案として、ねえー、と手掛けたんだけどもあのみんなね反対してたのそんなとこ泊まるわけないじゃんなんてね言ってたんだけどどうですか今結構泊まってくれてるよね。でねやっぱりこう旅行っていうのはねやっぱりこう非日常的なさあのものを味わうものじゃない で僕たち子供の頃っていうのはさ、まあ、僕はあの横浜でね生まれて育ってるけども親があの栃木県の那須だったわけだからね大体いいお盆とかいう時には那須にね行くよねでそうすると田舎の農家だからあそこで、えー、ね川で遊んだりいいまあ,あ、ね、スイカを取ってきたりね取ってきたったって別に自分のことこの、ね、やつだけど取ってきたりねトウモロコシ取ってきてさでそれをこう茹でて食べたりねあと昔はなんかほら あのね、冷蔵庫が普及してなかったからあの野菜とかさそういうのはの、ねえー、田んぼに水引く時のさなんていうんだろうあれねわ水が冷たい水が通ってるとこあそこの中に投げ込んどいてそうするとお、ね、い、えー、しく冷えて、えーね、それをまあちょっとした塩とかマヨネーズつけて食べるみたいなねそういう、ね、質素なんだけど質素って言ったら必要な <laughs> 要するに都会じゃできないら贅沢ってあるわけじゃん。 でこれが僕はね、これから先ね、あのー、日本の、まあ、ん、歴史の中にですね、もう一度戻るべきだな。なんでかっていうと、インバウンドがもうダメじゃないですか。ってなれば、やっぱりね、そういう、なんかな、うーん、田舎に戻るような、非日常的な、要するに、えー、空間ね。で、それがさ、例えば今、都会で暮らしてても、も都会に住んでる人たちって、田舎ないじゃん。そうするとさ、非日常がないんだよね。だから逆に言うと、 あのね、田舎がなければ、ね、作ればいいわけで。例えば定期的にね、行くところとか、ね、まあ、あの、この間もね、えっと、ね、コメント入れていただいたね、方なんかだと、ね、あの、あれですよ。えっと、年末年始はね、三崎で過ごしてくれてたりするのよ。それ何ですかっていうと、年賀状書くっていうね <laughs>、テーマで。で、自宅でやるんじゃなくて、手書きでこう書いてるとかね、いうことをね、やる人とか、あとはさ、 あの、うん、ね、えっ、ー、と、12月の31日になると、まあ、うちのね、城ヶ島遊び屋崎リゾートってところが、毎年予約が入ってるんですよね。で、この人何してるかっていうと、要するに、えー、とりあえず、えー、31日には泊まって、初日の出をね、うちのホテルのお風呂から見るっていう、そのテーマ、ね、にかけてる人とか、まあね、あの、すごく、なんとかな、セグメントしてるような、 あの楽しみ方ってあるよねでこの間僕が提案したね要するに、えー、夕方ね食事し,してさのんびり帰ればいいじゃないって言ったら本当にねそういう人増えてきたのよなんでかったらさいいっすかないんだよこんなそのお、ね、岬みたいな街は世の中にないのあんまり、ね、昔あの香港島かなどこにあってねよく、えー、行ったけどそのなんと、えー、市場になっててそこで、ね、魚をさ、あのー、買って で、料理店に持ち込むと、それをね、料理して食べさせてくれるっていうね、いうのがあって。で、これはね、すげえ流行ってるわけじゃん。まあ今、こうね、香港こういう状態だからどうかわかんないけど、まあ最近行ってないんでね、あれかもしれないけど、それがね、非日常的で楽しいわけだよね。で、そういう面でいくと、今ね、えっと、まあ、あね、今、そうだ、ちょっと時間がないからかな。まあ山田酒店の話をしたね。で、じゃあそこにさ、泊まるじゃん。でね、この泊まる人の、 あのー、内容をね、えー、この間ちょっと調べたんですよ。一位何か知ってますか女子会。えあのね、要は、要するに、えー、女性の人って、旅行に行くよね。で、友達同士で行く。ね。で、そんで、えー、夕飯食べ行く時に、せっかく振る入ったのにさ、また化粧して出てくるって言うんだよね。で、これが嫌だって言うんで、で、三崎は俺近いし、で、若い女の子なんかが、要するに手軽に泊まれるしね。で、確か、 あの2人以上だと1泊4,000円だか5,000円だよねだから1人ねっていうことで行くとまあ他の,あのホテルとかよりは安いよねってことでみんな来るわけじゃん。で何がすごいかあの近くにね、えー、とまず、えーえー、手打ちそば早間商店ってのがあるよねでここ最近ねあのほら、えー、と天ぷら始めたんだだからその天ぷらを始めてで、まあ、当然手打ちそばでもう目の前で売ってる、ね、そば屋なんで本格的なんですよ。 で、そこの料理と、三崎港蔵。で、これはあ、ホームページで調べてもらうとわかるけども、要するに、地元の魚をね、旬な食材で使って食べさせる店があるわけ。で、あとね、三崎港ラーメンっていうのも、一時その、まあ、中華のような形になっちゃったんだけど、今また元に戻って、えー、魚介豚骨系のね、ラーメンなんですよ。これね、出前で取れるわけ。そどうすんのね。 宿泊する女性の人たちみんなお風呂入る。で、えー、一杯飲み出す。で、この飲むのがね、すごいんだ。あの、下がさ、さ栄えでしょだから下で買うのと同じ値段のもので、ね、冷蔵庫に入ってる。つまり、ホテルなんかだとね、ビール一本350円くらい取るじゃない違うんだ。もう、下の店と同じ、えー、値段であって、で、まあ夜9時前だったら、あですね、えー、事前に言っといてもらえば、冷蔵庫にパンパンにさ、ね、飲みたいもので、ね、補填してくれるから、 で、あのー、要するに朝まで飲んでもねえ、十分みたいな形になっていて、で、そういうね、宿泊の体験をしながらね、で、この、えっと、食事は全部出前でしょで、出前って言うとさ、なんか、ほら、うんと、来てさ、ね、えー、じゃあここに置いときますお金いくらです、じゃないんだよ。もう、ね、欲しいものを電話し,して予約、あのー、注文すると、出前が食卓に持ってきてくれるわけ。<laughs> 食卓持ってきて、酒はね、酒屋で飲む。で、えー、ね、まずはつまみを食べる。で、最後にね、えー、まあ、つまみとか天ぷらを食べて、で、最後に締めでね、えー、手打ちそば食べるか、もしくはラーメン食べるか、でいうわけじゃん。っていうようなね、あのー、ことができるんですよ。で、これ多分ね、日本でそういうサービスないね。で、あとね、もう一つ、あ、今日はじゃ宿泊通ながりでいくとね、古民家の旅だってあるわけ。 でこの古民家の旅踊ってどういうことかあ調べてみてね古民家の旅ほ岬って出ればホームページに出てきますよでこれも、えー、山田坂店と同じ仕組みなんだけど要するにそのねえー、これはあのー、山田坂店のように下にね人がいないんだけどフロントは山田坂店でやってるわけでその宿泊の方はあどうするかっていうと鍵を受け取ってで一軒家すごいあの多分これも筆竹 100年超えるような建物じゃないかなのやつをね、あのー、すべて直してあって、で、ここも、えっと、簡易宿泊上の免許取るために、お風呂はね、檜風呂で、新しいのついてるんですよ。で、さらに、えー、っと、シャワールームもなんかつけなきゃいけないってことで、えつけてるので、例えば8人とか10人で泊まっても、まあ、交代交代にお風呂入れる。で、もう一つね、 えー、当然冷蔵庫ついてる、えー、あとはあ、ね、酒も山田坂店に言っとけば準備してくれるで、えー、さらにトイレもウォーシュレットついてるでもうその古いこれね、うん、言っていいのかなあどうなのかな、うんあのね、テレビ番組でね、まあ、超有名な女優さんがのじ自宅として、ねえー、使ってたとこなんですよだから結構テレビなんかにもあの被写体として出てる建物なんですよでこれが 要するにそ、宿泊できるわけ。で、そうするとね、ここの店の前にはね、えっと、いわゆる、えー、ポパイっていうさ、中華料理店あるんですよ。で、ここはね、多分夜2時くらいまでやってるんじゃないかな。最近昼間やんないで夜ばっかりやってるんだけど、要するに、そこでも出前取れるし、まあ、うちのね、さっきの三崎港ラーメンとか、ね、えあとは、うーんと、えぇ、ー、葉山商店とか、ね、えぇ、ー、三崎港クラーデーで,で、えー、出前で、 ね、取れるるんですよそういういシステムになってるわけだからここものんびりとね過ごしながらあ、ね、できるってこととあとね、えー、結構使われるのが、えー、と前がねちょっと店舗っぽくうような形になってるのね。だからあ,、ね、あるまあ学生諸君と、まあ、社会人の人たちで何ていか作品展みたいなのをね、えー、やってたりとか。 してでそこで、えー、要するに泊まりながらそういうことができるまあ例えば1週間だ1週間の、えー、ギャラリーでも使えるし、えーね、これもまたね多分世の中であんまり聞いたことないんじゃないかなと思いますよ。だから逆に言うと、ね、あのこの三崎にはねは初めて物語みたいのがあるのよ。ね、それで、えー、皆さん、ね、あの先日もお伝えした通り、ね、ぜひあのゆっくりとでこの雨の日なんかあんじゃんさ。ねで 特にさ夫婦でね誰々、あのー、旅行するような人だったら別に雨降ったら家にいりゃいいわけだしさで値段だって宿泊費ってのはね高いもんじゃないじゃん。で,、えー、で今度はほらあのトライアルステイっていうね、あのー、いうのがの三浦市とは始まってるわけでこれはもう1週間1週間泊まって3万円くらいだからね <laughs> それも二2人とか、ねえー、下手すると3人泊まれたりする部屋もあるしでそういう中でね、えー、トライアルステイで来てで、えー、いわゆるそのね 今まではさ、従来、そのね、三浦市に移住してもらおうとか、ね、えー、要するに、えー、との、二拠点居住に使ってもらおうとか、まあ、いろんな手もあったんだけど、いや、今回からはね、そうじゃなくて、楽しんでもらう。で、その楽しみが分かったら、ね、要するに移住してもいいじゃないですかって、とか、まあ、ね、たまに来るだけでもいいじゃないですかというような、まあ、観光的なね、えー、役割を果たそうみたいなことを今考えていて、えー、これは、シーフネッツの本体で、 行っている事業ですこれね、ぜひね、皆さん、あのさ、いいんですよ、三浦、あの、トライアース,ースって多分横須賀市やってないと思うんだよね。で、三浦市やってるじゃん。でね、三浦市泊まって、ねそれでたまにはさ、横須賀とか行けないいんですよ。ね。で、ドブイ行ってさ、なんかこういうシャツ、派手なシャツとか。 あってでね、年取ったら派手な、ねえー、格好っていうか昔ながらのさなんかそういうものもねドブタン1分売ってるから、ねあのー、横須賀の中央あたりもねダラダラしたっていいし、ねあのー、いろんな遊ぶ場がね、えー、こちらがあるしあと三浦海岸もね隣の駅だから、まあ、三浦海岸の駅にも、ね、の前にもさあの飲食店あるし、ね、結構楽しめるんだよだから、ね、皆さん勘違いするけど日帰りの街じゃないの。ね、だから是非 ちなんとかな非日常的、ねえー、田舎を三浦に持とうみたいなね、えー、ような形でね田舎のない人た例えばさねねそのいね本当に田舎ある人はさ、まあ、田舎に、ね、行く事情があるかもしれないけどもう縁も切れちゃって別に田舎が出るんだっつうんだったら、ね、この町を田舎にしてくださいよ。で子供とか連れてきてきね であのー、ね要するにさあ釣りもできるしね、えー、釣り船屋さんもあるしねあのえー、っと海王釣り堀の、ね、海王丸っていうね船で出てって釣りできる生けすもあるしあと城ヶ島はもう陸続きなんで、えー、橋渡ってね行ったり目先港のお浦井の前から私船出てるからそれで行けばもう目の前は釣り堀だもんさ、ね、ケーズフィッシングってあるわけ。 で、そこで釣った魚を、ね、いちいち持って帰るのめんどくさいでしょただ、それ持って、ね、三崎港蔵とか、あ、ちょっと予約が必要だけどね、三崎港蔵とか、ね、あのー、手打ちさんが葉山商店でゆえ、事前に言っとけば、全部料理して食べさせてくれるんだもん。ね、そしたらゴミもさ、いわゆる、なんつうの、えっと、ね、えっ、ーえー、と、始末いらないしさ、ね、で、例えば、ね、先ほどの、あのー、ね、えっ、ー、とー、山田坂店とか、 で、えー、渋谷山だよね、宿泊施設にでもいいし、えー、古民家の旅宿でもいいわけだよね。そこ泊まって、で、その魚をさ事前に渡して、で、えー、風呂入って、ね、まあ夏だったらシャワードもやな、浴びて、で、あとはリゾートに変えて、そのまま店行って食べてもいいし、そのまま作ったものを出前してもらってもいいわけじゃん。すごくねこれ、他じゃできないよ。<laughs> ね。だから、あの、 まあそっちはなんだけどさ、俺なんかも結構ね、あの、えー、そこそこの宿泊施設行くよね。でさ、あのー、それはそれでね、あのー、いろんな特徴があっていいんだけど、三崎でしかできないことって何かって言ったら、やっぱさ、ね、市場で買ってきたものでもいいし、釣ってきたものでもいいんだよね。これをさ、その場で食べれるってこと。で、あともう一つ、ね、僕は横浜に住んでる頃に、よく釣りのね、えー、子供の頃はよく釣り行ったけどさ、あのー、なんとかな、 釣れる魚はさ、<laughs> やっぱりちょっと貧弱なもん多いよね。やっぱ船で行かないといい魚釣れないじゃん。違うもん。で、ね、あの、岬はさ、もう本当に、あの、岩壁で釣れても釣っても、もうね、でかい黒鯛とかさ、ね、鯛とかも釣れちゃうし、えね、あの、カワハギも釣れちゃうし、もういろんな魚釣れるんだよね。で、そういう中でさ、やっぱり、ほら、あの、危ないものがあるわけだよね。 だからそ釣ったからといって全部食べれるまあほとんど食べれるんだけど、ね、やっぱそこはプロにさ見てもらってで料理して食べるそれ最高でしょう、うん、だそういうことを要するに、ねえー、言うことができるのがこの三崎なんですよ。ね、えー、ということで今日雨だけどね先ほど連絡したね日曜日ね昼間お客さん来てるんですよ。ねあのさ どうせ晴れ、晴れたっつったって別になんかある,ああるわけじゃないし、ね、あ雨だからっつって、ね、その海が見えないわけじゃないし、で、えー、天候にあんまりサされずに美味、えー、しいもの食べれて、で、ダラダラとするには最高のいいんじゃないのだから、大人になったら、大人の歩き方って、まあ僕も番組やってるけど <laughs>、ね、大人になったらさ、大人なりのさ、楽しみ方をね、えー、まあご夫婦でもいいし、ね、友達でもいいし、ね、そういうので、ね、要するに、 え楽しめるね人生ってた楽しむためにあるわけだからぜひ、まあ、ね、えー、そういう一つに、えー、この三崎をね、えー、使っていただきたいなと思います。まあ本当にありがたいことだよ。ね、このね、この間のやつも500人くらい見てくれてるのかなで結局さ早速来てくれてる人いるのよ。であとは今最近ね、横須賀のさあの グループにもちょっとね、この動画配信してたりするから、横須賀の人も来てくれたりするよ。だかね、俺じゃないけど僕たちも横須賀地方行ってね、よく食事しに行きますよ。だ、ね、そういう交流が必要だな。うん、近場で、ね、は近場の交流が必要だし、ね、あとは、この三崎の町のね、あの、一番多い人どっか知ってる宿泊、宿泊者ね、どっから来る人が知ってる群馬、埼玉、なんですよ。要は、海なし県から来てくれる。 でこっちは海はある。ね、もうやってほど海見えるしやってほど富士山見えるし。と、ねえー、いうことで、えーね、海なし家の人も、ね、どんどん来ていただいて「ね日帰りで帰っちゃダメだよ」ね。やっぱ宿泊して、ね、のんびり過ごす、ね、それも1泊じゃなくて何泊もして、ね、楽しんでいってもらいたいなと思います。いや気持ちよかったんで今日はねコマーシャルみたいになってたけど、ねえー、ぜひ皆さん、えー、三浦市の岬ねねあとトライアルステイも始まりましたからぜひそのトライアルステイで。 えー、ホームページ見ていただいて、えー、ぜひね、えー、長い期間ね1週間とか1か月の単位で、えー、旅行を楽しんでもらえたらなと思いますということで今日はコマシャルでしたこの動画はいかがでしたでしょうかあ今後もですね継続してこのようなです、ね、皆さんに役立つ情報をアップさせていただきたいと思っています、えー、ぜひですねチャンネル登録をしていただくと新しい情報がですね、えー、見られるようになっておりますしまたいいねボタンをですね え、押していただいて、コメントの方もですね、入れていただくと、制作の参考にさせていただきたいと思います。どうぞ次回のですね、配信をお楽しみにしてください。